ン屋チェック。初めての車、フォレスターノーリミットエクストレイルの CM を見たのが最初のきっかけでした。車買うなら絶対に SUV と。そこから CX-5 のエクステリアに一目惚れ、ハリアーのボルドー内装に心奪われ、お台場フェスでフォレスターの魅力に KO されました。エクステリア NA ですが、ターボ顔が好みだったので大満足です。特に LED アクセサリーライナーがかっこいい。リアは少し寂しいですね。1年後にまだ気になるようならエアロ組もうかなと思ってます。インテリアシンプルにまとまってます。質感も発売カーとしては十分です。ダッシュボードは傷や白っぽくなりますが、使っているのだから当たり前だし SUV なのでさほど気にしてません。これが今後の基準になります。エンジン性能詳しくはないですが、不満を感じません。街中も高速も快適です。基本1人か2人なのでフル乗車時が気になりますね。アクセルの踏み方がまだ慣れないのか、ゆっくり踏まないと飛び出す感じはあります。衝突時にエンジンが下に潜り込む話を聞いて、ディーラー回り中にフロントの潰れたスバル車が自走してきたのは驚きでした。水平対向エンジン、シンメトリカル AWD、 いろいろ頼もしい相棒です。走行性能安心と楽しさを兼ね備えてます。今は追従機能はあまり使用せず、自分でアクセルを踏みたくなる車で、いつもワクワクさせてくれます。乗り心地快適な空間となります。家でくつろぐのとはまた違った癒しの空間。シートのサポートはもう少しあるといいかな。シートヒーターはいいですね。1人ならエアコンつけずヒーターのみで十分です。燃費平均はリッター12キロ、マックスリッター18キロが出た。1500回転、アクセル回路1桁で流すといい。価格安い買い物ではなかったですが、購入を断念するほど高くもないですし、性能や値引き含めると安いでしょうね。ターボならなおさらお買い得ですね。ターボは試乗すらしてません。比べたら物足りなく感じるだろうけど、NA 市場で不満はなかったので問題なし。総評、スバルの虜ですね。スバリスとなる言葉が生まれるのも納得です。フォレスターを買うと決めてから反社の違うディーラーを5社レンタカーで回って決めました。素敵な担当者に出会えたのも良かったです。9月29日に納車され、2ヶ月で4000キロ走ってしまいました。車中泊もしてみましたが、段差はあるものの試行錯誤でぐっすりでした。180センチ弱でも大丈夫です。正月には、実家へ600キロほどの距離ですが楽しみですね。行きは、下道で帰る予定を立てるくらい、運転が楽しいです。住んでる場所と購入先ディーラーが、車で2時間30分ぐらいですが、楽しんで通ってます。ネットで検索しながら見よう見まねでつけたドラレコセパレートタイプもアイサイトに干渉なく動いています。 E 型やフルモデルチェンジが噂される中、D 型の完成度に大満足。